風疹の予防接種費用の助成費を含む補正予算案を審議していた町田市議会は、今日の臨時会で市長が歳費に付した全額補助の修正案を否決し、条件付きで半額補助の原案を可決しました。町田市では風疹の流行を受けて、今年4月から19歳以上の妊娠を希望する女性などを対象に予防接種費用の半額を助成していて、およそ2153万円の補正予算案を提案しました。これに対し市議会は全額補助にする修正案を可決しましたが、市はワクチンの全体量には限りがあり、無料化によって定期予防接種に影響が出る可能性があるとして審議のやり直しを求めました。町田市議会での歳費は32年ぶりで、今日開かれた臨時会では石坂市長が改めて歳費の理由を説明しました。ワクチンの全体量に限りがあることから、対象者を限定した上で真に必要な方が接種できるよう適切な自己負担額を設定いたしました。無料化することはただいま申し上げました原則や政策意図に反するものであり適切でない。採決の結果、全額補助の修正案に賛成の議員は定数の3分の2に満たず否決され、市の原案が賛成多数で可決されました。全額よりはありがたいので、5000円でも半額ぐらいだったら面倒くさいからいいかなって思っちゃう人もいるんじゃないですかね。受ける人が1人でも増えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。臨時会はワクチンの安定供給が見込まれたときは助成費を見直すよう市に求める付帯決議を賛成多数で可決し閉会しました。町田市だけではなく、都内では風疹にかかった患者の数が増えています。東京都感染症情報センターによりますと、都内の風疹患者は去年の夏ごろから1月で100人前後に増え、今年2月ごろからは毎週100人、4月ごろからは週150人を超えているということです。年齢や性別で見てみますと、男性は30代40代前半、女性は20代に多くなっていて、センターでは風疹は子どもだけの病気ではないと注意を呼びかけています。